私たちの団体は他の行われている、札幌だとか東京、関西と違って一般市民の中に、LGBT ということで、カミングアウトして一般の祭りに参加するというスタンスをとってます。祭りっていうのは各地域にいっぱいありますから、別に大きなパレードじゃなくても手作りのパレードであっても、いろいろな地域の祭りの中に参加するという形を取ることによって一つのひな形になればいいかなと思ってます。例えば昨年健三さんって代表という形で行われたと思うんですけども、代表という立場はどうでしたか、やってみて。そうですね、率直な意見はものすごい大変でした。やはり地元にそれだけ顔を出すということでメンバーをまず集めるところから始めたんですが、他の東京だとかだったら、地元じゃないから顔バレしないしっていうのがとてもあるんですが、神戸の場合ローカル局ですけど、サンテレビという完全生放送生中継があるということで、また知り合いもこの祭り自体が35万人から50万人参加する大きなお祭りになりますので、どこに誰に見られるかわからないということで顔出しはできないという方がものすごく多かったので、その点はものすごく苦労しました。その市民祭りに参加する前に少し市民祭りの、実行委員会というか行政の方とやり取りがあったらしいんですけれども、その件について。そうですね、地元の神戸新聞に取材をしていただいて、朝刊版のその兵庫地域全地域版に写真入りでドカンと載ってしまいましたので、それによるやっぱり一般市民の方からのちょっとホモフォビアチックな意見がたくさん寄せられまして、市民再共済の方も一応神戸市のものですので、そういう差別はとか偏見は持たないで参加はできますというような形だったんですが、あまりにもちょっと辛辣なご意見が多かったので、対処するために市民再共済と何回かお話し合いをさせていただいたり、こちらがそういう意味ではありませんよっていうようなことを、じゃあこういうふうに言われた場合は対処してくださいみたいなお話し合いには行きました。なんかちょっとこう下から煽る感じ入れるので、どうです、どうです。すごくないですか。すごい絵じゃないですか、これ。どのような、例えば言える範囲で構わないんですけれどもそうですね、ホモフビアチックな意見ですよね、この団体は世界征服を目論んでるとかっていう、ものすごくしょうもないものから、お釜とかに市民権はいらないだとかっていう辛辣なご意見もありました。あとは女装だとかの汚いものがこの一般市民のメインとなって伝統のある祭りに参加することによって祭りを汚すんだというようなご意見も多々ありました。私たちの、例えば神戸でのコミュニティの中でゲイバーさんだとか老舗の方からも辛辣じゃないですけどご意見、ホームページ上にまず載せたことによって、一番最初に参加したゼロ回大会の時の画像を載っけたんですけれども、これは一般の人にもゲイの人にも誤解を招くんではないか。なぜかというと私たちはの団体っていうのはもともとの主団体がクラブイベントの中でゴーゴーだったりとかドラッグクイーンだったりダンスをしたりっていうちょっと派手め、どちらかというと一般っていうよりも仮装、ここにもこういうカツラだとかがありますが、こういうものをかぶったりとかして楽しくイベントの中で自分たちのマイノリティを主張していきましょうっていうような団体でしたので、それから弊害受けるただでなくても海外から見れば日本はそういう宗教的な絡みがないので差別的なものはないんじゃないかとか、もしくは女装とかが全員同性愛者だみたいな変な誤解を受けるんではないかとかっていう意見も多々ありましたので、身内の中にも。それでそのコメントを見に行って寄せられた、その時は正直どうでしたか。もう直前に迫っていたわけじゃないですか。
そうですね、あの見に行ったのがちょうどパレードの前日でございましたの でお呼び出しご報告を受けたのがその前の日という形だったので、あの正直もうショックでしたけれども、一度やり始めたことは最後までまたそういう意見に対抗してちゃんと綺麗に見せることが我々の使命だと思いましたので、あのそうだ、それを上に上げるとかなりあの臆せず、はい、立ち向かうという意味ではちょっと大げさですが、あのパレードの実行に向けるためにあのちゃんと話し合いして、こちらの誠意を見せることで少しでも分かって一人でも二人でも分かっていただける方ができればという意味で頑張りましたまたあの、パレードの途中からですが、準備段階の途中で参加したいと申し出ていただいたLGBT 家族とあの友人の会のお母様たち方だとかがあの中心となって、反対にあの神戸市にの方にあのこういうイベントがあることは、またあの LGBT のものが祭りに参加して、カミングアウトして参加するということは素晴らしいことだという反対 の書き込みもたくさんして、応援をそれに対峙するという形で前段階でしていただきましたので、まあ、すごく勇気をいただきました。個人的には、私個人あの公的な立場とは別に、個人としてはもうとりあえずまずやったと。でもこれはやり始めた以上毎年やらないと意味がないことだなというのが、まあ、私の率直な感想です。で皆さんに関して言えば、あの他のパレード、海外のパレードとかは別ですけれども、今まで の, あのパレードに参加してみて、例えばあの道を全部使ってもう完全に封鎖して歩けるというパレードがなかなかないということ で、で普段があのどっちかというと我々のグループも半分以上がまだあの家族だとかにはカミングアウトをしておりませんので、そういった意味でも堂々と街を LGBT の仲間だという形で歩けたことはものすごく意義があり、感動という形で、あのもう万歳という形でしたね。でお天気もちょうど雨だったんですが、パレードが始まる直前に上がり、で我々のパレードが終わってお疲れ様でしたとともに雨がまた降り出すというよう なんか天も味方したというか、まあ、あの知り合いの、芸の仲間たちから言うとまた魔力を使ってとかってよく言われましたが、そういう意味でもなんかあの今後なんか希望でないですけれども、雨降って地固まるじゃないですけどね、いろんなことが準備段階でありましたが、今後に結びつけれるいい形になったと思います。すごい、あ、どうです、すごいですよ、面白い、面白いですよね健三さんの友達みたいないや、あのみんなこんなの多いからでも宣伝効果は新聞に載ることによってものすごくありました。で私はあのパレードには参加せず、パレードの沿道で、全体を見るという立場でございましたので、実際に見物にいらしている方々の本当に一般市民の方のお話を聞きましたが、横で歩いてて声をいろいろ聞いたんですけれども、あの新聞に載ってたあの同性愛の方たちだだとか、頑張ってねだとか、子どもたちが旗を振っていただいたりとか手を振っていただいたりだとかで、あのそういう面では市民の方たちの温かい目であの応援してくださったという実感はものすごくあります。あの避難の声だとかは私が歩いていた沿道に関して言えばほとんどございませんでしたので、まあ、あのよくありがちな、そうですね、ニヤニヤ笑いっていうマスコミだとかにあの登場する LGBT の方々に対して、何とも言えない皮肉的な笑いの方もいらっしゃったとは思うんですけれども、声としてはどちらかというと応援していただける声の方が多かったですので、そういった意味ではあの全然優しくあの皆さん包んでいただけたと思います。 V とかは嫌ですね。 V? なんかあ、それいいかも、それいいかも